ブレイキングダウン7で試合が決定していたテル氏との対戦直前にバックレ、出禁になっていたサトル氏のブレイキングダウン10出場が決定し話題になっています。10月5日朝倉海氏の YouTube チャンネルにてブレイキングダウン10オーディション選考会の様子が公開されました。そこに出禁になっていたサトル氏がビデオメッセージで登場し、連絡もしないで試合をドタキャンし本当に申し訳ありませんでした。もしよろしければブレイキングダウンのオーディションで皆様がいる前で直接謝罪させてくださいと反省の意を示しました。これに対しブレイキングダウン主催の溝口氏は、基本的にはああいった行動を取る人はもう今後二度と使わないっていうのが方針ですと厳しい意見を述べました。バックレた当時の炎上の様子から溝口氏に賛同する声が多く寄せられるかと思われましたが、その予想に反しネット民からは、サトルやっぱ最強だな、お笑い芸人として盛り上げ頼む、サトルがいたオーディションが一番おもろい、また見れるとは思わなかったなと、サトルロス状態になっていたファンから復帰を望む声が多く上がりました。また選考会に同席し、サトル氏の謝罪の様子を見ていた瓜田純史氏は、オーディションに出たい理由が試合したいじゃなくてオーディションの会場で謝罪したいということだったんで、そこはさせてやるべきだと思う。視聴者やスタッフ全員が、なんであいつあの日バックれたのって気になってるしねと、サトル氏のオーディション出場を後押ししました。そのような助言もあり、溝口氏をはじめ朝倉海氏は出禁を解除し、サトル氏のオーディション出場を許可しました。この前代未聞の決定にネット民は歓喜し、サトル来るのは神、サトル戻ってきてひな壇にも戻ったら嬉しすぎて、バンさん後ろから2リットルの水渡すんちゃうかなどのコメントが寄せられました。ここまでの流れでサトル氏はオーディション会場で真摯に謝罪するかに思われましたが、事態は一転し、11月3日に朝倉未来氏の YouTube で公開されたオーディションの予告動画では、ただいまと反省など全くしていない姿を見せ、さらにサップ西成氏に因縁をふっかける様子が映し出されました。またサトル氏が瓜田氏らに袋叩きにされているシーンも公開され、謝罪などせず暴れ回っているのではとファンにとっては胸熱すぎる展開になっているようでした。これにはネット民から、予告のサトルで一本見たほどの満足感、この数秒間の予告動画で圧倒的な存在感を放ったサトルはやはり花があると大興奮のコメントが寄せられました。今後の展開が楽しみすぎて仕方ありません。それではまた次の動画でお会いしましょう。